こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではユニクロのアイテムを使って春のコーディネートをいくつか作ってみたいなと思っています。この動画をご覧になっていただいている皆さんはファッションがあんまり得意じゃなかったりですとか30代40代の男性が多いのかなと思っています。そんな皆さんがなるべく手間とお金をかけずにですね、春の着こなしを楽しんでもらえるように具体的な事例をいくつかご紹介をしたいなと思っています。この後ですね、実際に僕が着替えながらお伝えをしてみたいなと思いますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速いってみましょう。はい、ここからはですね、具体的に僕がいろんなものを着ながら春の着こなしというのをですね、ご提案してみたいと思います。その前に大前提として、僕はベースとなる着こなしというのを皆さんにまずは整えていただきたいなと思ってるんですね。僕の今の着こなしをぜひ見ていただきたいんですね。白のロンティーにブラックジーンズを履いてるんですね。この着こなしをベースにしながら上に羽織るものを変えるだけで着こなしを変えていく。これがですね、めんどくさがり屋の僕にとって一番楽なファッションのコーディネート方法になります。ファッションにおいて大切なのは僕は上半身だと思ってるんですね。現に人と会って話す時にも相手の人がどんなボトムスを履いてるのかってなかなかイメージに残りにくいかなと思うんですよね。それよりも僕たちは相手の顔を見て話すわけなので、顔周りの印象、特に上半身の印象の方が強く印象に残りやすいんですね。ですのでボトムスは結構印象には残りにくいアイテムなんですね。ですのでボトムスは今回ブラックジーンズで固定をしてしまいます。そうすることで着こなしがはるかに楽になるんですね。さらに言えばボトムスはブラックジーンズ、そして靴に関しては白のスタンスミスで、この2つを固定化してしまうとめちゃくちゃ楽なんですね。さらに今回は白のワッフルクルーネック T シャツ、これもユニクロの商品なんですが、こちらを固定化してしまおうかなと思ってるんですね。この3点です。トップスとボトムスと靴を固定化して、あとは上に羽織るものを変えるだけで全然着こなしを変えられるので、ぜひ皆さんもまずはユニクロで揃えることができるこのワッフルクルーネック T シャツ、かっこ長袖とブラックジーンズですね、ここは揃えていただきたいなと思っています。実際僕自身もですね、この2つのアイテムがめちゃくちゃ気に入っていまして、週に3回か4回ぐらいはこの2つのベースに上を着替えるだけでコーディネートを構成しています。皆さんもぜひこちらユニフォーム的にですね、買い揃えていただきたいなと思っています。まず最初の着こなしなんですが、まだ春といってもちょっと肌寒いので、この上にですねコートを着てみたいなと思っています。用意するのはこちらですね。先日購入しましたユニクロと JW アンダーソンのコラボレーションラインのですね、薄手のコートになりますね。色はカーキを選びました。こちらを上に着てみたいなと思っています。こんな感じですね。これだけで着こなしが完成します。色はですね、コートがまあダークグリーンなんですが、ちょっとカーキっぽい色で、その下に白のワッフル T シャツ、ブラックジーンズで着こなしが完成します。まあ、こんな感じで春もですね、まだまだ寒い日が多いので、気軽に1枚羽織れると良いかなと思います。このコートに関してはかなり薄手になっているので軽量です。しかもですね、簡単に収納できるような袋がついていますので、もし日中が暑い場合はこれを袋に入れてしまって、あとはバッグに収納してしまえばいいかなと思うので、このような着丈の長いコートを持っておくと大人っぽい着こなしが完成するのかなと思っています。白とブラックという結構シンプルなモノトーンの中に、こういったカーキですとかダークグリーンのような色が加わることで、おしゃれな雰囲気が漂いやすいので、一つ提案しやすい着こなしなのかなというふうに思っています。僕もこのコートを最近買ったばっかりで、このような着こなしをすることが多いんですが、皆さんもぜひ簡単なので真似をしていただきたいなと思っています。はい、続いて重ねてみたいなと思うのがこちらですね。先日購入したユニクロ U のですね、これはシャツなんですが、アウターのように気軽に羽織れるようなアイテムになっています。シャツアウターなんて最近は呼んでいますが、こちらを羽織ってみたいと思います。まあ、シャツよりはちょっと厚手にできていますので、軽くロンティーの上に羽織るだけで着こなしが完成してしまうんですね。このような形でコーディネートをしてみました。このシャツ型のアウターはネイビーです。下は白、そしてボトムスはブラックですね。まあ、シンプルな配色になっているので大人っぽい着こなしが完成するかなと思います。ボタンに関しては第2ボタンと第3ボタンを軽く締めて、あとはですね、このその下はあえて開けっぱなしにします。そうすると下のホワイトのロンティーが見えるので、春でも重たい着こなしにならないかなというふうに思っています。アウターとボトムスが濃い色なんですが、下に着ている白のロンティーのおかげで明るさが取り込めるかなというふうに思います。
ちょっと暑かったらこのシャツアウターを脱げばいいですし、ちょっと腕を託し上げてこのような時計だとかアクセサリーを見せて軽快な雰囲気にしてあげるのも良いかなと思います。僕は結構この着こなしもすることが多くて、春の着こなしの一部として楽しんでいます。ぜひ皆さんも試していただきたいなと思っています。はい、続いてなんですが、少しきれいめな着こなしにもトライをしてみたいなと思うので、こちらを用意してみました。ユニクロのですね、こちらは感動ジャケットというシリーズになりますね。まあ、着心地がすごく楽なジャケットになるんですが、こちらをですね、上に着てみたいと思っています。はい、こんな感じですね。ネイビーのジャケットに対して白のインナー、そしてブラックのジーンズというところで、まあ、シンプルな着こなしが完成しました。めちゃくちゃおしゃれというわけではないんですけども、せめて70点80点ぐらいの着こなしが完成するかなというふうに思っています。このワッフルクルーネック T シャツのいいところというのは、厚みがちょうどいいんですよね。厚すぎず薄すぎないので、このように上にジャケット着てもあまり邪魔にならないんですね。そして表面に凹凸感があるので、シンプルな丸首の白 T シャツに比べると少し表情があっておしゃれな雰囲気が漂いやすいので、僕はとても気に入っています。このような着こなしであれば、休日にレストランに行く場合ですとか、あとはビジネスカジュアルの機会でもこのような着こなしであれば対応させることができるかなと思っています。非常に簡単ですよね。今僕はですね、このネイビーのジャケットに対してブラックジーンズを合わせていますが、このジャケットと同素材のパンツ、感動パンツというものがあるんですね。そちらを履いてもらえればセットアップとしてもコーディネートができますので、そちらも皆さんにぜひ試していただきたいなと思っています。あとは白のワッフル T シャツじゃちょっと退屈だなと感じる方の場合は、ちょっと色鮮やかな T シャツなんかを取り込んでみるのもいいかなと思います。例えばこのような先日発売になりましたユニクロ U のですね、エアリズム T シャツですね。こちらはですね、こういったパープル、まあパープルといってもピンクとパープルの中間ぐらいの色なんですけど、こういったものを内側に入れてあげて差し色的に使うのもおしゃれかなと思います。ジャケットを軸とした着こなしでもインナーを変えるだけで全然表情が変わりますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、そして最後ですね、使ってみたいのはこちらですね。これも定番のですね、ユニクロのブロックテックパーカーになりますね。これもあるとめちゃくちゃ重宝するんですよね。まあ、先ほどのスタイルがジャケットで綺麗めなスタイルでしたが、こういったナイロンジャケットを使うことでスポーティーな着こなしが完成するんですね。休日のリラックスしたスタイルが使いやすいので、こちらも着てみたいと思います。はい、こんな感じですね。まあ、だいぶスポーティーな雰囲気になるかなと思います。同じ白のワッフル T シャツにブラックジーンズという着こなしなんですが、上に羽織るものを変えただけで全然個性が変わってくるのが分かるかなと思います。このナイロンジャケットを上に羽織るとスポーツミックスのようなコーディネートが完成するのかなと思っています。このナイロンジャケット自体は割とカジュアルなんですが、下に着ている白のワッフル T シャツだとかブラックジーンズが割ときれいめに見えますので、全身がカジュアルすぎないのが良いバランスかなというふうに思っています。でこれだけだとちょっとシンプルすぎるかなと思う場合は、ちょっと腕を託し上げてみるといいかなと思います。肌が見える分量が増えるだけで一気にカジュアルな雰囲気になったり、こなえて見えるので、ぜひ皆さんにもトライをしていただきたいなと思っています。託し上げた腕には時計ですとかアクセサリーがちらりと見えると、なおバランスが良いかなというふうに思っています。そして中に合わせるのは白のワッフル T シャツだけではなくて、少し変化を入れたい場合は、まあ、先ほどもご紹介しましたこういったちょっと旬なパステルカラーを取り入れてみるのもバランスが良いのかなと思いますので、ぜひ試していただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では全てユニクロのアイテムを使って春の着こなしというのを具体的にご紹介をしてみました。まあ、ポイントとなるのは、まずはベースの着こなしを作ってしまうということですね。今回の場合はユニクロのワッフルクルーネック T シャツ、長袖とブラックジーンズ、この2つでまずは着こなしのベースを作りました。その上に羽織るものを変えるだけで結構さまざまな着こなしができてしまうんですね。例えば着丈の長いコートを使えばかなり大人っぽい着こなしが作ることができますし、シャツアウターを使うと今っぽい着こなしは簡単に実現することができます。そしてネイビーのジャケットを上に羽織ればビジネスカジュアルでも通用するようなきれいめなスタイルを作ることもできますし、それをナイロンジャケットに変えればスポーツミックスみたいな着こなしも実現することができます。重要なのはボトムスよりも上半身で印象を変えるということなんですね。ですので上に羽織るもののバリエーションがいくつかあれば結構着こなしの幅が広げられるのかなと思っています。さらにはトップスをバンドカラーシャツに変えてみたいですとか、カラーの T シャツに変えてみるだけでもさらに着こなしの幅は広がりますので、まずはボトムスと靴を固定化してユニフォーム化してしまって上半身で楽しむということを頭の片隅に置いておくと便利かなと思っています。以上、スタイリスト
ストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。